ブレーブスのマルセル・オズナ外野手は1日、日本時間2日、敵地、フィリーズ戦で3番、指名打者で先発出場し、5打数1安打に終わった。ドジャース・大谷翔平投手は98打点で並んでおり、主要タイトルでは本塁打、打点のリーグ2冠のままだ。大谷は同日の敵地ダイヤモンドバックス戦に1番、指名打者で出場し、4打数無安打。 三三振で三試合ぶりノーヒットに終わった。チームは二回に大量八失点し、ベッツ、フリーマンが三回守備で途中交代。大谷も八回に指名打者を解除して途中交代となった。一方、小綱は初回に内野安打を放ったものの、第二打席以降は沈黙。内容は空振り三振中飛、空振り三振夕頃に終わった。と8月21日、 同22日の本拠地フィリーズ戦から11試合連続ノーアーチとなりリーグ2位の37本塁打は44発の大谷と7本差しのまま4試合連続打点なしとなった。